禅定寺は京丹後市峰山町にある臨済州天竜寺派の寺院。三号は小西山。本尊は聖観音菩薩。2017年4月、文化庁により地域の歴史的魅力や特色を通じて日本の文化、伝統を語るストーリー、日本遺産の丹後地理面回路を構成する文化財の一つに認定された。かつてこの地にあった。 新言宗禅常寺の寺元を継いだ寺。1676年、元歩によって再興し、寺名、宗派を改める。禅城寺については、佐根高光期、内い、1505年9月17日上に、丹後国丹波郡吉原省、小西山禅城寺と記載がある。1720年、絹谷佐平寺が、はじめ降りした丹後ちりめんちりの技法を、 京都西陣で学んで、単語にもたらしたとされる、絹や佐平寺が、チリ麺創業の成功を願って二度の断食祈願を行い、織り出した、最初の単語チリ麺ん、縮み布を、1705年、禅城寺に奉納した。現在はその歯切れが、時報として伝わる。ABC、京単語ナビ禅城寺。京単語史観光協会。2018年9月9日閲覧。 文化庁。日本遺産認定ストーリー一覧。日本遺産について。2020年11月11日閲覧。文化庁。300年を紡ぐ絹が織りなす単語地理面回廊。日本遺産ポータルサイト。2020年11月11日閲覧。A.B. 下中国彦。京都府の地名平凡社。1981年。 794から795ページ京都府、単語地理面、京都府の伝統的工芸品等、京都府、2018年9月8日閲覧、カテゴリー、京単語史の歴史、ありがとうございます。